上もね、上も。あ、違う、これ。じゃあこれで全員ですかね。じゃあ皆さんこんにちは。ここは線形試験水槽というところです。ここは今80周年記念で、今もうここ80年経つんです。もう経ってから。でここ何するかというところですと言いますと、見て分かる通りこれプールになってます。長さが80メートル、学校のプールよりでかいですよねきっと。で、横が 3.5 メートルで深さが 2.3 メートルあります。で何する場所かというと、ここはいい船、良い船をの形を決める研究室です。皆さん良い船ってどういう船か分かりますか？なんか適当でいいんで、皆さんなんか良い船、どんな船が良い船でしょう？揺れない、いいですね。他は何かあります？もちろん形がかっこいいとかもありますよね。船の形がかっこいい。で、ただここはメイン的に効率がいい船、進むのに効率がいい船を設計するための研究をよくしています。で効率がいいって何かというと、まあ、車と一緒でエンジンを吹かしたら、前に進む推進力ができて自動車進みますよね。それと一緒で船もエンジンを吹かして前の力を得ます。でそれに対して水があるので、それを妨げるような力が働いて思ったよりもスピードが出ないというのが船ので、それに対してどういうふうな船の形であれば思ってるスピードに対して一番力がかからないだろうかっていうのを、ここで実験をしながら決めていくような研究室です。例えばこれとか、ま、これ船の前の形ですね。で例えばこれがいいのかこれがいいのか、ちょっとずつ形、ちょっとだけ形違うの分かります？でもっと分かりやすく言うと、まあ、これとかが一番分かりやすくて、これとかはもうなんか丸いのがないですよね。すごいまっすぐなってるのがいいのか、そもそももうちょっとここを丸くした方がいいのか、でこの違いだけでかなり力のかかり方が違くなってくるんですね。でこういうのを実際に実験でどれがいいのかなっていうのを決めていくような実験をしているのがこの研究室です。で今から皆さんにあの台車の上に乗ってもらいます。であそこの下の方にちょっと下の方に見えるんですけど、実際船がついてます。あ、これはもう向こうにいたら見れるんで大丈夫です。でそれを、同じ力で引っ張って、でどのくどうで波を起こします。でさっき揺れないって言いましたよね。でどういうふうな揺れをするのかと、どういうふうな力がかかるのかというのを測るような実験を実際に見てもらいます。で、注意、今から移動してもらいますが、注意事項、まず、台車の上で飛んだり跳ねたりしないでください。静かにお願いします。で2つ目が、覗き込むことにはなると思うんですけど、下に船があるんで覗き込むことにはなると思うんですけど、あんまり覗き込みすぎるとボチャンって落ちちゃうんで、そこは注意してください。まあ、そのためにライフジャケットを着てもらってるんですけど、まあ、基本的に上で騒がなければ大丈夫です。よし、じゃあ皆さん、じゃあ移動します。じゃあ、ついてきてください。でかいでしょはい、皆さん、ここが台車の上です。下を見てもらえば分かる通り船が今ついてます。で、この船、皆さん特徴なんか分かります？そう、3つあるから。さっき揺れない船って言った人いたよね。いい船の一つとして、これ何のためについているかというと、その揺れなくするために、当然これ幅とかによって変わるんで、それをいろいろ調整したりするっていうのも一つ、いい形の船を決めるための定義です。でそういうことをやったりして揺れを抑えているような船になります。で今日は、まず、波を、さっき言った通り波を起こして、波を起こした状態でどういう船の動きを、船が動くかと、どのぐらい力をがかかるのかを測る実験をします。ここにね、こっちからカメラを映してるんですけど、さっき説明し忘れたんですけど、あっちのテーブルでなんかいろいろ前の部分の、切り取られた模型があったので後で見てほしいんですけど、ここ下の方にポコッとついてます。でポコッとついてるのもあれば、ついてないのもあるし、この形とかを決めたりというのが今回の抵抗の少ない船を作る時の一つの要因になるので、ここ
をうまく設計しようというのも当然考えられます。じゃあ、次波を起こします。で、今から波を起こして実際に走ります。で、その時に真ん中の機械が力を測る機械です。船にかかっている力を測る機械。で、両側の部分が船がどう動いたかっていうのを測る機械。上下する波なので。なので、そういうふうなのを測る機械です。で、今回見てほしいところは2つ。まず、波がどんどん来るんで、波が来た中で船がどう動くのかをしっかり見てほしいのと、ここと上から見たら分かるんですけど、綺麗な波ができます。で、どういう形の波ができるのかっていうのをいろいろ観察してみてください。皆さん、あっちに見てください。どんどんなんか波が迫ってるの分かります？あれ、今高さが2センチの波を起こします。プラマイ1センチ。で、これ船が今2メートルなんですけど、実際が200メートルの船です。だいたい100分の1。なので、これ実際200メートルの船、2メートルのところを想定して今から動かします。じゃあ今から動かします。はい。停車動きます。見ててください。あそこのなんであるか。なんでそこまで長く作る必要があるの？ここをもともとここに船をぶら下げて、その波がどう立つかっていうのを写真撮影するためにここのスペースがあるんです。なんですけど、もう最近そういうことしないから、そろそろ切り離そうかなとは思ってます。はい。波の高さってどのくらいまで違う？波の長さ。波の高さは、もちろん結構消えます。船以外にも集中波でいろんな波を合成して一部だけ高くしてパーンっていうような波も起こせます。なのでいくつとは測れないんですけど、例えばこれで言うと大体今2センチだったんですけど、6センチ7センチぐらいにすると前から水がバチャーンって大変なことになります。実際そういう状況の船って結構多い、厳しい条件のところでも結構問題になっているので、そういう荒れた条件で上から波がバシャンってかかると、どういう船がどういう船がどういう挙動をするかというような実験もよく行われます。